はい、というわけで今日も元気をしながら勉強やっていきましょう。今日は南蛮文化と桃山文化の違いって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。南蛮文化はヨーロッパの文化の影響を受けた文化になります。桃山文化は大名による豪華できらびやかな文化だよという話になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。安土桃山時代の、安土桃山時代あたりの二つの文化になります。教科書を読んでいると、同じページに桃山文化も、南蛮文化も出てくるので、親と、いつが桃山文化なんですか？いつ南蛮文化なんですかっていう話なんですけど、非常に紛らわしいんですね。はい、まずこの時代の時代背景から見ていくと分かりやすいかなというふうに思います。下見てください。室町時代ですね。緑色になっているんですけど、1338年から始まって、織田信長に、室町幕府滅ぼされるんですけど、それが1573年にありました。ただその室町時代の後半あたりから、応仁の乱が始まって、戦国時代に入っていきます。なので、室町時代と戦国時代は、同時並行で2つの時代があるっていうことですね。室町時代の中に、1467年、応仁の乱が始まって、全国で戦いが起きている、戦国時代が始まってくる。そして戦国時代を終わらせたのが、豊臣秀吉、1590年っていうところで、戦国時代が終わっています。しかし戦国時代の途中から信長秀吉の時代である安土桃山時代っていうのが登場します。なので戦国時代と安土桃山時代、1573年に信長が幕府を滅ぼしてからっていうのは安土桃山時代と戦国時代がまだ、同時並行している状況なんですね。そんな複雑な時代の中で文化も複雑なんですね。文化が2つ重なっている時期があるんですよ。どういうことっていう話ですよね。今まで皆さんは、飛鳥文化とか古墳文化とか、天平文化とかっていうように、それぞれの時代に1個ずつ文化があったので、文化は時代に1つっていうふうにイメージ、する人が多いかもしれないんですけど、実は文化が2つ重なっていることがあるんですね。現在でもそうですよね。例えば、若者の中で SNS が流行ってますとか、おじさんたちの間で、スケボーが流行ってます。わかんないですけど、スケボーが流行ってますとかっていうのは、同時並行であってもいいことですよね。若者がこれが流行ってます。おじさんはこれが流行ってますっていうことで、文化は重なり合う状況があるんですよ。っていうような形で、この南蛮文化と桃山文化は、同時並行している状況なんですね。じゃあ、南蛮文化っていうのはどういう文化なのかっていうと、先ほど結論でも言ったように、ヨーロッパの文化の影響を受けた文化なんですね。つまり南蛮文化が始まったのは、ヨーロッパと交流を持ち始めた1549年あたりですね。ザビエルがキリスト教を広めたのが1549年からなので、そこからちょくちょくヨーロッパと貿易を行うことで、こんなヨーロッパ進んだものがあるんや、じゃあ日本にも取り入れようとか、外国のご飯美味しそうじゃん、日本でも食べてみようとかっていうように南蛮の文化がちょっとずつ浸透してくるんですね。だいたい1600年ぐらいまでその南蛮文化が広まっていって、日本とヨーロッパの融合みたいな感じが行われていきます。それに対して桃山文化ですね。桃山文化っていうのは始まりは1573年あたり、1574年とかですね、信長が室町幕府を滅ぼして安土桃山時代が始まってからの文化になっていきます。これは後からまた説明するんですけど、そのきらびやかな文化っていうのは、その大名で全国統一をして力を持った大名とか商人たちによる文化なので、この安土桃山時代と並行して1600年まで続くことになります。なので1573年からは南蛮文化と桃山文化が同時並行で起こっている状況になります。じゃあ具体的にどんな文化なのかっていうのを見ていきたいと思います。南蛮文化は先ほど言ったようにヨーロッパの文化の影響を受けて成立した文化になっていきますね。ヨーロッパすげー、俺たちも取り入れてみようっていうところで、ヨーロッパ風の絵画ですね、絵とか、すげーじゃん、ヨーロッパの絵すげー、日本でも取り入れてみようとか、ヨーロッパ風の服装ですね、洋服ですね、いいじゃん服装、俺たちも取り入れてみよう。食文化とか活版印刷、航海術っていうのも日本に入ってきて広まっていった、さらに発展していった文化になっていきます。それに対して桃山文化っていうのは、安土桃山時代ですね、信長秀吉による全国統一、戦争が終結した、さらには商人とか大名っていうのが力をつけていった、さらに外国との貿易の影響を受けて豪華できらびやかな文化が広がっていくことになります。それが桃山文化なんですね。例としてきらびやかな屏風ですね、部屋の仕切りみたいなもののところに描かれた絵っていうのが豪華なんですよね。金ピカの絵で描かれた屏風とか、あとは豪華な天守ですね、大阪城とか姫路城みたいな感じで天守がバーンってあるような、とにかくどでかいド派手な城っていうのが作られたりとか、茶の湯って言って、茶器って言われるコップですよね、コップを使ってお茶を飲んでいるっていう文化が広がったように、そういった力を持った商人とか大名によるとにかくド派手で豪華できらびやかな文化になっていきます。
はい、このような文化が同時並行していた安土桃山時代、室町時代後半という形になっていきます。はい、というわけで今日は南蛮文化と桃山文化の違いって何っていうことについてやっていきました。そもそもこの時代が複雑な中で、南蛮文化と桃山文化同時並行して、行っている文化になっていきます。南蛮文化っていうのはヨーロッパの文化の影響を受けて成立した文化で、桃山文化っていうのは当時戦争の終結とともに力を持った商人、大名っていうのがとにかくド派手な城を建てたりとか、ド派手なその茶器で、お茶を楽しんだっていう時代になっていきます。